ついに25日朝嘘ついた昼です。プレゼント開けていこうと思います。イエーフ。朝ごはんとか食べてたら遅くなっちゃって、まあブランチだけど、なんで今から開けようと思います。だいぶ増えました。やったー、開けてくぜ。あ、そうだそうだ、この前このツリー、もみの木の香りの精油とかないのかなっていうのを言ってたら、コメントであるみたいですよって教えてくれて、このこれを買ってみました。ファーニードル、多分これもみのやつだと思うんだけど、まあ、オーガニックじゃないんだけど、これをちょっと、これ針金なんか直接振ると錆びるとかあると嫌だなと思って、なんかペーパータオルとかに含ませて忍ばせてたりするんだけど、どっちかっていうとなんかユーカリっぽい、なんかスースーして、まあもみ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 はそこまでそこまでなんだけど、でもなんか雰囲気がすごい出るので使いました。イエーイ、教えてくれてありがとうございます。あー、どれから開けようかな、どれから開けようかな、もうほとんど自分で準備したやつだけど。じゃあこれ、これから開けようと思います。見るからにアマゾン。あの、こういうことをして遊んでいます。このお花の、これカード、お花、花型のこのカード挟むやつ可愛くない？可愛くない？あ、日本語と取れる？便利。この袋は多分再利用するだろう。わーい。だいたい覚えてるけど。で、何でしょうか。こんな色だっけ？てーん。蜂蜜買いました。なくなりかけてたから。これはね、ユーカリの蜂蜜。オーガニックって、ろ過も、ろ過っていうか、そういうのも多分してないタイプのはず。なんかイタリアンのやつ。いつもこの、ミレツヤ？ミエリツヤのアマゾンで買ってるんですけど、オーガニックの蜂蜜の割に割と安い方なんで。で、このユーカリのやつが結構好きなんだけど、久しぶりに売ってるの見たんで買いました。イエーイ。こんな色だっけな。なんかもっと薄い色だった気がするんだけど。よいしょ。じゃあ、二つ目。手作りラッピング感が溢れる。でん、まさかの蜂蜜パート2。いや、かぶっちゃったね。最初にユーカリ買ったんだけど、これも美味しそうと思って買ってしまった。でん、リンゴの蜂蜜。青森県津軽地方では毎年5月にリンゴの花が2週間だけ咲く時期があり、その期間にミツバチが集めた純粋な蜂蜜です。美味しそうじゃね？買いました。イエイ。じゃあ次。小さいのから攻めていこう。第20にしていい。つけないようにしたんだろう。ハンカチ、しかも似てあような色。このポール&ジョーのこのひよこ、可愛くない？買いました。あとアナスイのなんか猫がついてるやつ。タオルハンカチってなんかかさわるからあんまり買わないんだけど、可愛いのが多いからなんか買って増えてしまう。あ、
よく見てなかったけど、この字のとこが、なんか、ちゃんと金色だわ。かわいい。使います。じゃあ次。で、明らかにバレンタイン用の袋だったけど。じゃーん。うまい棒。クリスマス仕様。なんかコーンポタージュ味、全部コーンポタージュ味なんだけど、パッケージがクリスマス仕様。一個食べとくか。うまい棒。うまい棒久しぶり食べる。チーズ味が個人的には好きなんだけど。一番やっぱ鉄板なんだろうな。ちくわ型。うん。やっぱうまいな、うまい棒は。いや、めっちゃつぶらんこと言った気がする。じゃあ次。多分口がうまい棒だらけだと思うんだけど。で、これも手作りラッピング。で、リンゴチーズ。これはこのリンゴ蜂蜜と一緒に買った、原用言えてないし、原農薬リンゴを皮ごとスライスし、そのまま低温で焼き上げたリンゴチップスです。もう音がサクサクじゃない？これもちょっと食べたいんだよ。食べちゃおう。ほい。ちくわスタイル？うまっ。うまいです。じゃあ次。じゃあこの大物さんを開けます。最初からいた子。わーい。アマゾンの箱。アメリカアマゾンで買ったやつ。きたー。The Complete Book of Dreams and Dreaming。でーん、ハードカバー。古本なんだけど、状態非常に良いだったんだけど、結構こう背表紙ガバガバなんですけど、やっぱアメリカのそういうとこちょっと、やっぱ日本と違うよな。No offense。 いや、正直この表紙が可愛くて買ったところはめっちゃあるんだけど、こんなに分厚いとは。まあ夢占い的な本なんだけど、夢占いがしたくて買ったわけじゃなくて、まあ、まずこの表紙が可愛いのと、まあなんか仕事に使えるかなと思って買ったところはあるんだけどな。まあ、中身も英語なんだけど、ちょっとこの背表紙ガラガラなのちょっとどうなの。結構いい値段で買ったんだけどな。このなんかバージョンがいくつか出てて、バージョンっていうか、重版になった時に表紙を変えてんのか、版元によって変わってるのかちょっとわかんないけど。今売ってるやつ、この表紙じゃなくて、ちょっとなんか、ちょっと普通っていうかダサめの表紙だから。言っちゃ悪いけど、古いのを探して買ったんだけど、なんかリーディング動画見てて使ってる人がいて面白そうだなと思って。目次もないな。例えば、英語じゃない。夢の中で出てきたものを
このアルファベット順に並んでるこの単語とかで調べて、ここに夢に出てくるとこういう意味だよみたいなのは書いてあるんだけど、なんか毎日こう適当にページ開いて、そこにある文章を読むとなんかメッセージになるんじゃないかなと思って買った。なんかちょうどこのチェーン、鎖っていうのが出てるから読んでみようかな。3つあるな。To dream of chains in any form indicates a type of restriction or dependency. Just as we need strength to break out of chains, it is also needed in supporting change. In becoming aware of what is holding us back, we also become appreciative of how to break free.In dreams, we can become conscious of beliefs of mental attitudes, both in ourselves and others, which can create problems. The links in a chain can very often symbolize the communication that we need to free ourselves. 3. なんで数字だけ日本語で読んでんだろうな。Bondage and slavery.Dignity and unity are all symbolized by chains and highlight their ambiguity. まあなんか自由になれよみたいなことが書いてあるわ。なんかこうランダムでこう開いてそこにあるのを読むみたいな使い方がちょっとしたくて買ったけど、まあいわゆる夢占い的なのもやってみてもいいかな。ちょっとこの背表紙ガバガバなのさ、これ状態非常に良いみたいな感じで売ってたからね。顔。まあ、いっか。これは可愛いから、どっかに飾っておこう。じゃあ次。でーん。ディオールと見せかけてアマゾン。これもアメリカアマゾンから、サガワって書いてあるけど、うん、きたー、でーん、メイクシリーズコスメ。いやまたアレックスの動画をたくさん見てて欲しくて買っちゃったんだ。レブロンの口紅を3本買いました。日本で置いてない色かな。レブロンスーパーラストラスリップのマットのやつかな。なんかアレックスがリサ・エルドリッチっていうコスメのブランドをなんか愛用してて、よく褒めてるんだけど、ちょっと金が剥がれてる感じするけど、日本で売ってなくて、でまあもちろんネットでは買えるんだけど、まあでもアマゾンとかではないから、専用のホームページみたいなところでしか買えないっぽいんだけど、送料とか入れるとバカみたいな値段になっちゃうから、それはまあいいやと思って、でアレックスがそのリサ・エルドリッチの口紅に、もうほぼほぼ近いのを見つけたっつって動画をやってて、まあそれがこのレブロンのスーパーラストラスシリーズのマットのやつで、いくつか色紹介してたからそれを買いました。日本でもこのシリーズ売ってるけど、多分置いてない色もあるんだろうな。まあなんか成分的な問題かもしれないけど。ああ。もうこういうのほんと嫌なんだけど、これシールが残るやつやめて。やめてください。ガムテープ取るか。こっちはうまく取れたんだけどな。買ったのが、オンファイヤーと、全然ピント合わないよね。こんな感じとかでやるべき。無理でした。と、アントールドストーリーズ。これはヌードからあんま持ってない。で、これはすごいなんかオレンジっぽい赤。で、このギトギトになっちゃったのが、ハートブレイカー5番。
めっちゃピンク。あー、ファック。なんなのこの、パッション、え、パ、これなんつうんだっけ、パッションピンク、ホットピンクみたいな、持ってなかったから、買っちゃった。なんで先つぶれてんの、なんで、おかしくない、縮めて当たってるっておかしくない。アメリカさん頼みますよ、マジで。で、オンファイヤー。オレンジっぽいか。これをアレックスがベタ褒めしてた。だから使ってみたくて買った。こっちか、ベタ褒め。アントールドストーリーズ。私の肌の色に合うかどうか、ちょっと、あれなんだけど。いつかこれ、こっちにはついてないのにな。このハートブレイカーだけちょっと問題児。問題児なんですけど、これ。ちょっと。まあいいか。で、あとね。この眉ペンを買いました。ミックスのやつ。これ日本で売ってなくて、なんか多分、日本で使ったらいけない成分が入ってんだよ。赤、なんとかみたいな。可燃性があるためみたいな感じだったと思うんだけど。なんかアレックスがその眉毛をこの線だけで描いてやるみたいなのをやってて真似したいと思って。本当はグレーが欲しかったんだけどなかったからちょっとアッシュブラウンを買った。色合うといいな。まあ、赤みがないってしてからなんとかいけんじゃねえかって思ってるけど。日本のアマゾンとかだと、その、あ、韓国系のコスメなのかな、3本ずつこういうペンはあるんだけど、これは全然細筆で一本ずつこう書けるやつだから、ちょっとやってみたくて買った。ワクテカ。あとは、ブロンザーなんだけど、ちょっと色が濃いめっていうか赤みが2色出てって濃いめが、濃いめがじゃない。赤みがない方、少ない方を買ったから、ちょっとコントワー代わりに使おうかなと。前買った名前忘れたパウダーのコントワーは全然何も変わらないから腹立ってこれを買ってみた。一応オーガニックって言ってるんだけど全然ピント合ってくれないけど。で、クリームだし、このスティック系好きだから粉じゃないし、まあ肌に優しめなはずなんで、ちょっとこれ、今度使ってみようと思います。ってことで、自分で買ったの以上なんだけど、あとは、おかんが送ってくれたみかんまだ残ってるけど、まあ、クリスマス関係ないので、ちょっと、個人情報が、こっち書いてあるから見せられないんだけど、ちょっと心の友から、プレゼント来たんで、開けます。うわぁ。トラックカッター。かわいい。私の心の友、ヌータンが送ってくれました。なんかツイッターのアカウントとか明日貼っとこうかな。なんか前ヌータンがライブ配信でゲストで呼んでくれて、そこでタロットとか使ってリーディングやらせてもらって、なんかそのお礼っていうことでわざわざいただきました。可愛くない？アイスを運ぶ冷凍車。これちょっと、カルタ一人でできるかな？なんか正月ちょっとこっそりやりたいな。可愛い。こういう感じ。可愛くない？あ、鳥さん。鳥可愛い。みんなの顔見てる、見れば見るほどなんかじわる。かわいい。あとでじっくり見よう。結構真面目な、真面目な感じ。なんか三重県トラック協会青年部会って書いてあるから、真面目なやつです。真面目なやつってどういう表現？これやろう。
ありがとうございます。わーい、わーい。あと、T シャツ。ヌータンが作った T シャツ1枚持ってるんだけど、絶コロ T シャツ。絶対に殺すって書いてる。黒地にピンクで絶対に殺すって書いてる T シャツ。持ってて。たまに着るとスカッとするんだけど。バトルボス。かわいい。ちゃんと、キラキラしてるわ、シルバーが。クマさん。あ、このなんか、ショーアルミッフィーみたいなのかわいい。わーい。ありがとうございます。この頭にリンゴみたいなの乗ってるのかわいくない？乗ってるっていうか書いてある。これはよだれ？たまたま？かわいいんだけど。ありがとうございます。イエーイ。よっしゃ、最後。心の友、別の心の友からもらったやつ開けよう。なんか袋がもう可愛いんだけど、フランフランの袋だわ。わあ、うん、可愛いカードでお手紙いただきました。ありがとう。イエーイ。二つ入ってるんだけど。なんか私はツリーの下にプレゼントを飾ってしばらく置いとくのが好きって言ったら早めに送ってくれた。ちょっとやばいんだけど。このパッケージやばくない？いや、このパッケージをね、作るのはすごい上手な心の友なんだけど。YouTube とか貼っとくわ。これ多分手作りだと思う。ろうそくでこう、ギュッてるやつあれなんて言うんだっけ。やば！これ開けらんないじゃん。かわいすぎて。あー、こう飾れるようにラッピングしてる、してくれたんだよね。あー、これ出して飾っといてもよかったかもな。もうなんか開けるのもったいないんだけど、どうすればいいの？ほら、めっちゃ可愛い。天才すぎてイカれているのか？ちょっとこの星のラメとホログラムのペーパー、ちょっと可愛すぎなのだが。シルバーと紫。完璧。ずっとこうしていたい。かわいい。じゃあこのピンクから開けよう。ワクワク。あー、切りたくない。切りたくないのだが、切れなければ開かないのだ。開ける。ひっ、くしゃみ出た。この人猫飼ってるから、猫毛がどこかにあるのかもしれない。おや、ちょっとこれ、ちょっとこれ、ちょっとこれ何回言うねん。私が欲しかったやつかもしれないんだけど。見たー、カップ&ソーサー。ステイワイルドムーンチャイルド。あー、これ作ったアーティストさんの名前ちょっとすまん忘れちゃったんだけど。中にも月がある。これ電子レンジでやると一発でバチバチってなるやつ。かわいくない？月の満ち欠けソーサー。ちょっとここがもっこりしてて。ちゃんとガードできる。あ。ヒッチ！多分猫毛がどこかにあったね。はぁ、あ、猫好きなんだけどアレルギーで、ずっと飼ってなかったから、
もちろん発症しないから、ワンチャン治ってんじゃねえかと思ったけど、そんなわけはまあないと。めっちゃ可愛いんだけど。やばい。このさ、割らないようにしないと。このサイドに散りばめられてる月とか星もちゃんとキラッキンキラなわけ。やばくない？しかも白欲しいなーって多分言ってたんだよな。マジでありがとう。かわいい。めっちゃ可愛い。こう割らないようにしなきゃ。ありがとうございます。じゃあこの紫の秋を、あーもうこれ開けんのもったいないんだけど、もうリボン切らないと開かないパターンじゃん。これどうすればいいの。切らなきゃダメだぞ。フリンジフが増えちゃった。え、どういうこと？どういうこと？ちょっとあと面白いんだけど。呪術廻戦のアリナミン70。よく見てんなぁ。いや、呪術廻戦にね、ハマってんすよ。まあ、今、アニメ止まってるから、全然進めてないんだけど、アニメしか見てないから。漫画は買わないって決めてて、増えるから。で、満喫も最近行きづらかったから、行けてないんだけど。だからちょっとアニメだけで我慢してんだけど、呪術廻戦好きって言ったら。中身中身違うのかな、もしかして。箱だけ？どうしよう。アイナミン成分もらったって喜んじゃった。そうだよね、なんか。テープ貼ってあるもんね。あ。へい！ちなみに私は、五条先生推しです。普通。みんなが好きなタイプの人を押すことってあんまないんだけど、普通に好きすぎたら。よいしょ。あ、まさかのセカンドディオール。あ、ひっちだ。なんか入ってる、二つ。この袋かわいい。ありがとう。袋も嬉しいんだけど。なんだろう。これ何気にテンション上がったら。どっちから開けよう。白い方。リアルディオールだった。ミスディオール。オードパルファのミニのやつ。これ何？ベルニー。ディオリピック。なんだこれ。何？あ、ネイルだ。やば。いや、今日ちょうど爪塗り直そうと思ってたんだよな。これにしようかな。ベルニディオリフィック。赤いやつ。ポピー。ポピーって色をもらいました。やったー。このハイブランドのネイルなんか使ったことないから嬉しい。あざまーす。と、青いやつ。入れてくれてる。忘れてた、この子の存在を。で、見て、この月とか星がこの刻まれているクリスタルをもらいました。そうだった。
これクリスマスにくれるって言ってくれたのすごい忘れてた。ちょっと黄色がかかってんね。なんかシトリンなのか、普通にクォーツなのかちょっとわかんないけど。めっちゃ綺麗。やべえ。なるほどね。ちょっと落とさないようにしないと、マジで。この組み合わせ、いやー、なるほどすぎる。ありがとうございます。嬉しい。ちょっとずっと閉じ込められてたから、言えてないし。ずっと閉じ込められてたのがあまり元気なさそうだから、ちょっと浄化してあげます。はぁ。全部開けてしまった。プレゼント送ってくれた心の友達をありがとう。いやー、ちょっとホクホク。こいつらを眺めながらしばしホクホクしようと思います。メリークリスマス。ただいまです。ちょっとこのマスクを初めてしてみた。だけど、メガネは、まあ、曇んないことないけど、結構マシ、割とマシだったし、あとこの鼻とか口にマスクが擦れないのがすごくいいな。化粧とかすると全部取れちゃうもん。まあ、今日はしてないけど。はぁ、あ。薬局クリスマスイブでちょっと買い出ししてきました。いやー、どっから話せばいいのかな。ちょっとダウナーの話をしなきゃいけないんだけど、あんまりそのダウナーのこと言うと人もダウナーにさせると思うから、あんまり話したくはないんだけど、まあ Vlog だしなみたいな、そのキラキラしたところだけ切り取って飾ったようなインスタみたいな感じにしたくないから、まあ記録として残しておかなと思うんですけど、まず体調が悪い。体調悪いんで病院も行きました。まさかクリスマスイブの日に病院に行くことになるとはって思ってるんだけど、胃の調子が全然良くならないので、病院に行って、で、まあ、そのお医者さんがすごくいい人で、ちゃんと、分かった上で、素早い判断を出しているみたいな。診察も一瞬で終わるみたいな先生なんだけど。ちょっと、違う薬を出してもらって、なんかこの前出してもらった薬が胃の粘膜を守る薬だったらしくて、今度は胃酸を抑えるみたいなやつ。まあ、2週間飲んで、それでもダメだったら、ま、胃カメラやるから、ちゃんと来てくださいって言われたんだけど。まあ、で、ちょっとまた薬飲んで様子見な感じなんですけど。いやー、例年クリスマスだと、24日は、なんだろうな、ちゃんと、時間かけてご飯作って食べて、で、25日、朝プレゼント開けて、ホクホク一日過ごすみたいなのをやるんですけど、まあ、体調も悪いんで、やる気がなくて。さっき病院の帰りちょっとテクテク散歩しながら、買い出しして、もうなんかレトルトでいいや、みたいな、なってて。なんか、ここ数年で一番しょっぱいクリスマスディナーになるんだけど、まあ、しょうがない。まあ、胃が痛い原因は分かってるんですよね。まあ、一瞬治りかけたんだけど、前の薬で。で、結局ぶり返しちゃって。なんでぶり返したかっていうと、そう、仕事をし始めたからなんて。その仕事も好きで始めたんだけど、私の傾向としてその、こう、途中から義務感みたいなのが出てきちゃうっていうか、期待に応えなければならないみたいな。なんか最初は好きで、好きだからやるみたいな。
それで楽しく仕事するんだけど、で、なんだろうな、支持してくれる人が増えてくるとか、応援してくれる人が増えてくると、その期待に沿わなければいけないとか、失望させてはいけないみたいな、なんかそういう気持ちの方が勝ってきちゃって、楽しいって気持ちを忘れちゃうみたいな。で、それが今ピークに達しているから、それで胃がやられてるみたいな。まあ、今年に入ってその、胃が敏感になってるっていうのもあったから、ストレスに普段より弱くなってるって感じもあるけど。まあ、だからこの、たとえ今の仕事を辞めたとしても、それで一時ストレスがなくなって胃がまた元に戻ったとしても、結局、義務感を一人で勝手に背負ってしまうみたいな、そういう癖みたいなパターンか。パターンを直さないと、まあ、この Vlog も二の間になるだろうってちょっと思っているから。それとも、私はそもそも物が長続きしなくていろんなことを次々とやっていくタイプなのかもしれないんだけど、ちょっとそこはまだわかんないんですよね。だからどうやったら、その軽い気持ちで楽しくずっといられるかみたいなのをちょっと見出さなければならないような時期になっている気がして。で、それをするには、まあ、いずれにしろ、一時仕事を休まなきゃいけないような気がする。んで、うん。で、よりにも言って、この年末の一番忙しい時期に、まあ、体がこうなっちゃって、まあ、しかもクリスマスと被っちゃって、もうなんか、何もうまくいかないし、何もうまくいかせられない自分にも腹立ったりするんだけど、まあ、こうやって自分を責めるのも悪い癖だから、それもダメなんだよなぁと思いながら、まあだから、いつになくうつうつとしたクリスマスを過ごしているんだけど。まあちょっとうまくまとまらないけど、なのでちょっと、生き方というか、仕事への取り組み方というか、まあいずれにしろちょっと考えなきゃいけない時期に来てるから、まあ休息が必要なんだろうなって思って、まあ今年は結構比較的休息をたくさん取った、方法のはずなんだけど、まあちょっとまだ足りないっていうか、考えなきゃいけないことがちょっとまだあるみたいなんで、まあそんな自分に辛抱強く付き合ってあげなきゃなと思っているけど、まあなんで、そんな感じでちょっと仕事が停滞気味だし、停滞させなきゃいけないなっていうのは、まあ、心苦しい限りなんだけど、まあちょっと、自分優先順位の一番目に置いて、なおかつ置き続けるっていうことになれないとなって思っている。こんな感じかな。じゃあ、シャワーで浴び、さ、言えてないし、シャワー浴びて無敵の状態になってから、やる気のないディナーを作って食おうかな。なんかでも、ちょっといいシュトレーンと、カルディでおしゃれなハーブティーみたいな買ってきたんで、まあそれなりに、手抜きながら丁寧に心を込めて、まあ自分のためにディナー作ってあげようかなと思います。